主役の少年ってどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で Tonight, tonight, tonight。 やりたくないことだって誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めたんだろうって。 Tonight, tonight, tonight。意味もなってなくただ生きてきた流れゆく時代の傍観者。今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所にいない気がした。それでもいつか輝く日。